BTS、RM、Jin、s u g a J-Hope、ジミン、V、ユング・クーク、メンバー7人の素顔が映し出されるリアル旅行記ボンボヤージュ、シリーズの第3弾となるボンボヤージュシーズン、3の第4話が10月22日にレミノで配信された。第4話ではスキューバダイビングを体験すべくごぞとうへ向かうメンバーたち。また、ついに V が合流し、 メンバーとハグをしながら喜ぶ姿もあった。以下、ネタバレを含みます。写真、BTS の、顔面国宝、こと V のパフォーマンスが堪能できるライブ映像も配信中だ。ついに V が合流、7人揃って、最初で最後の、ランチ。2016年からスタートした同シリーズはステージ上でパフォーマンスを披露する姿とは違い。 等身大の姿で自由気ままに旅を満喫する BTS メンバーを見ることができる旅行バラエティ番組。北欧3カ国をめぐったシーズン1。アメリカ・ハワイのオアフ島とハワイ島へ向かったシーズン2に続き、第3弾の目的地は地中海に浮かぶ美しい島国マルタだ。3日目はスキューバダイビングを体験するため、ドライブでゴゾ島へ向かうところから始まった。 途中で道に迷いながらも無事にカーフェリー乗り場に到着し、船の中では RM がマルタ島オリジナルのドリンクを買い、自民は間もなく合流する V を待ちきれない様子。その頃、マルタ国際空港に到着した V は、スタッフからお小遣いをもらいメンバーのもとへ。マイペースな V は、向かう途中に可愛らしい街並みが特徴の、ポパイ村に立ち寄り、写真を撮ったり、 スムージーを食べたりしながらしっかりと観光スポットを満喫。一方、鳩場に到着した6人は、ダイビングスクールを目指し再び車を走らせることに。スクールに着いたメンバーたちはビデオを見ながら安全規則を勉強し、機材を背負ってまずはプールでトレーニングを始める。ここでも全員が全身ウェットスーツの姿に終始表情が緩むメンバーたちだったが、 自民がウェットスーツを逆に着てしまったことから全員で大爆笑する場面も。トレーニングを終え、ダイビング前に海の真横に位置するレストランでランチを食べることした一同。ここでようやく V が合流し、6人は、待っていたよ。とハグをしながら大喜び。自由旅行はどうだった宿はどんな感じなど、いろいろ気になることを尋ねる V だったが、 実は家族の長寿を知ったシュガが韓国に戻らなければならず、ここでのランチがマルタ旅行では最初で最後の7人の時間となった。7人での映像が撮影できないことを悔やみ、帰国を悩んでいたシュガに対し、帰るべきだよ。また一緒に来ればよいと彼を後押しする他のメンバーたちに見送られ、通りすがりの人にどういうのを BTS と聞くのはやめてほしいと、 ンへメッセージを残してシュガは韓国へ戻っていく。馬に乗りながら眺める雄大なサンセットに感動。ランチタイムを終え、V 以外のメンバーたちは海の中へと潜り始めた。水中ではハートポーズをしたり、V サインをしたりと海のアクティビティに上機嫌のメンバーたち。また、V もジェットスキーに挑戦し、彼についていくンと共に水上を自由に走る。長時間のフライトを経て、 ようやく旅行がスタートした部位の表情もとても楽しそうだ。海でのアクティビティを終え、再びフェリー乗り場へとやってきたものの RM、ジミン、ユングクークが乗る車でハプニングが発生。乗車する際にチケット代を支払わなければならないのだが、もう一台の車で現金を管理していたためお金を持っていないことに気づく。すかさず現地のスタッフに英語で状況を説明する RM のファインプレイもあり、 自民が持っていた個人のクレジットカードでチケットを買うことができた。その後は、日没を眺めながら乗馬体験ができる、ボールデンベイで、お互いの写真を撮り合いながら赤い夕焼けに感動するメンバーたち。過去に出演した作品で乗馬の練習をしたことがあった V は、軽やかに馬に乗り、他のメンバーたちよりも先を進む姿に、j h o p e が、V がとてもかっこいいよ。と、 誇らしげに褒めるシーンも、観光を終えた6人は、宿に戻って V の部屋決めで盛り上がり、キッチンでラーメンを作って仲良く夕食を楽しんだ。